皆さんどうも、フックです。今日は4月24日土曜日。週末の遠征にちょっと怪我の影響でまた今週も帯同できなかったので、まあ、その週末みんなが遠征行ってる間、どんな感じで治療だったりトレーニングをしているのかっていうのを Vlog でお届けできたらなと思うので、ぜひ最後まで見てください。では、行ってみましょう。
はようございます、今日これから、治療に向かっていきます。朝ちょっと時間がゆっくりあったので B リーグの試合とか見てちょっとゆっくりして、これから治療行って帰ってきてチームのブロンコスの試合をネットで観戦したいなと思います。では行ってきます。